日本現代文学研究会、現代日本小説体系第42巻より、黒島伝八1898年12月12日から1943年10月17日は、日本の小説家である、香川県小戸島生まれ、シベリア出兵従軍経験から、渦巻けるカラスの軍などの反戦小説を書いて、軍団に登場。その後リアリズムの手法で品能を描いた、 農民文学でも好評を博した。香川県の小豆郡内ハ村に生まれた。坪井久氏は、林村の出身である。上級学校への進学は叶わず、実業補修学校を卒業して、醤油工場に勤務、学習を貯めて上京し、早稲田大学4課の選科生となる。このため、長兵猶予の対象とならず1919 19年には、兵役の召集を受け姫路の連帯に在盟。 シベリア出兵に看護卒として従軍した。この体験が彼の代表作である、渦巻けるカラスの軍、ソリなどのシベリアものと呼ばれる日本文学史上家うな戦争文学として結実することとなる。兵役を終えた後に小説を書き始め、1925年に貧困のために合格した中学への進学を断念させる家庭の姿を描いた伝法で世に知られるようになる。 当時のプロレタリア文学は、ほとんどが労働者を題材にしていた中で、農村を舞台にした黒島の作品は、好感をもって迎えられた。この傾向の作品としては、差し押さえに抵抗する農民を描いた豚軍が有名である。1930年には、災難事件に取材した日本と中国との関係を、えぐった長編、武装せる主外を書き下ろしで刊行するが、 即座に発禁となる。文芸戦線同人だったものの、母体の老能芸術家連盟の粛清を要求して、離脱。さらに全日本無産者芸術連盟へと参加するものの、1930年代初め頃に、廃病に罹患して、故郷、小戸島に陰性。特別高等警察の監視下に置かれながらも、作品の発表もせぬまま、1943年に生涯を閉じる。 以降、書簡の類は、夫人の手によってその多くが焼却されたものの、軍務についていた頃の日記は、消滅を免れ、軍隊日記として戦後に刊行。武装せる死害も戦後出版が計画されたものの GHQ の検閲で実現に至らず、講和条約の発行後にやっと日の目を見るに至った。京里には文学費が立てられている。 没後、全週が2回観光された。文庫本としては、ガある。ありがとうございます。